ちは。こんにちは。横浜にあるハンズゴルフクラブというところにやってきたんですけれども、そこにいる超有名超新星 YouTuber 第一ゴルフ TV さんのところにお邪魔しました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅原大地先生です。菅原大地と申します。よろしくお願いします。で、ただ挨拶しに来たんですけれども、動画撮っちゃおうよということで、最高スイング、はい、最大効率スイング、はい、ビスイングっていう動画でめちゃくちゃ有名なんですよ。しかもめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、なるほどね、今から30分で、はい、僕もそんな感じにしてくださいっていう。30分、次のレッスンありますもんね。次のレッスン減ってます。はい、はい、すいません、ぐちゃぶり。はい、じゃあ一回お手本見せてもらいます。わかりました。これです。ということで、こんな感じで、はい、よろしいですか、私は。見ていただいて、はい、まあ飛距離はもう皆さんすでに結構出てらっしゃるので、もっともっと楽に遠くに飛ばせる。今まで一生懸命してたところがもっと楽に飛ばせるというのが、まあ、大事なポイントかなと思って。で、その最高スイングっていう、まあ、動画でも、私が出した動画でも、まあ、言ってるその何点かの大事なところについてちょっとお願いします。一緒にやっていきたいと思います。もう一度ね、構えてはい、はい、最高スイングの要はですね、下半身使用です。足の力、体が持っている一番この力が出る大きな部分と筋肉、大きなところを交換して、腕の力はそんなに使わないで滑れるような運動を目指しているんですね。もう一度ちょっとボールを打つ姿勢を作っていただいて、ちょっとね、太もものところを触ってみます。ここいい感じですね。今私が触ってるその内もも、ここ、そうです。そこがまずスイング、そしてダウンスイングで力を持っています。ここ、そうです、そこです。もう一度まっすぐ気をつけて立ってみてください。で、前傾をする、お辞儀をするときに後ろのこの太ももをハムするようにお尻にかけてちょっとこう伸びるような感じ、わかりますかね。後ろにちょっと伸びる。で、足を肩幅に広げていただいて、膝をもうちょっと広げていいですか。 OK です。で、足を、膝を曲げていただいて、で、その時にまあここに今言った触ったところにちょっと張りが来るように、まあ、右足、左足何回か踏み直してちょっと意識してみてください。地面踏めばいいんですか。地面踏みます、はい、そうです、はい、そう、触っていいですよ。そこが一番力がまずかかるところです。わかりやすいようにクラブ両肩に担いでみましょう。 OK です。それで前傾をしていただいて、ここから肩を90度右にひねってください。その時に左肩はしっかり使うっていうところは軸に対しての回転を動かしてほしいです。左肩を下げに行って、そしたらめっちゃここ苦しくない。来てますよ。そこ来てます。ここも来てますし、ここも来てます。そうです。そこが来るのが最高スイングのまず第一歩です。下半身、ここに力が溜まることで、ここも伸びることで早く戻りたいんですよ。戻りたい、ここに戻してくれっていう体の張りが生まれてくるので、そしたらこの張ってるこの足の力を、地面を蹴るような力を使って、まあ半身を動かしたい。これって、はい、ここに力を入れるために、はい、内側で、ここですか、ここですか、ここ今内側としてる。かかとにはあまり入りすぎない。入らない、そんなに、はい、これは、あ、本当だ、本当だ。重心がかかとに来るとちょっと後ろに逃げちゃうので、うん、体が起き上がりやすい原因になってしまう。はい、あ、でも ここの方がここに入ります、ね、そうです。そこに来てください。そこに来ると、いわゆるこれ、徒競走でいう位置について、用意っていう準備段階、今から走りますよ、ダッシュ。そうです。用意ってなってる足で、ドンでこの右足を蹴っていくんですよ。右足を蹴る。そうすると、まあ、いわゆる回転、ひねり戻しっていう動きで、下半身から上半身が引っ張られてくる。
苦しいところを使ってしっかり地面を蹴る力、これが最大効率への、まず第一歩の下半身の使い方です。下半身が動いてくると、上半身、頭の動きを見てほしいんですけど、下半身が動くと、上半身、頭は動きがすごく少なくなったり、肩の動きはゆっくりになるんですよ。そうすると、見た目としては体はゆっくりなんだけど、手の力を抜けて手はこう、ムチのように、伸びていくスナップによってこうヘッドスピードが上がってくるんで、体のスピードが速くないので、より腕の感覚、このボールをどこに飛ばしたい、どこに方向に出したいっていうコントロールしてるんです。見てられるんです。そうです。体はゆっくり、クラブは速くっていうのがこの最大効率スイングの一つのポイントです。パワーで飛ばせる人はヘッドスピードも速くて体も速い、飛ぶんですけど、確かに、はい、でもコントロールできない。思いっきり腕とか肩に力入ると、この首と頭がもう全部固まっちゃうんで、頭もこうでっちゃうんですよ。ボール見てる場合じゃないとボール見れないんです。下半身を動かしていくと、そこから腕が動かされる、体によって腕クラブが引っ張られるんで、やっぱり勝手にクラブの方向に来るようになって、勝手に目線も残せたり、よくボールを見ろって、まあ、言うじゃないですか。見ようと思っても肩とかで力入ってなかなか見れないんですよ。でもこの場合は勝手にこの頭が逆に下半身から受けると頭はその場にやっぱりとどまろうしてくれる、しやすくなるんで、そのコツはここに来るコツが分かる。そのコツはその最初の姿勢作り、前傾と、ね、こうちゃんと内側に力が入りやすい前傾骨盤とか、そしてこの軸に対して肩がしっかり平行に、そう、だからこれ肩が例えばこうやって上がってきたらあまり苦しくないです。なんかこう逃げちゃう、苦しくない方に一般的には逃げちゃうんですよ。こう楽な方にクラブが上がっちゃって、結果それでまあオーバースイングになって、なんとかそこからスピードを出そうとして、まあ体が大きく動いたり、まあうまく当たってもすごく体がスピードが速くなっちゃう。今のバックスイングで苦しくなるということは、ここで苦しいんです、手としては。もう肩に行く前ぐらいにはもうめちゃくちゃ苦しいです。ここで苦しいですよね。そしたらクラブをね、振ってる実際の感覚としてはこれくらいの幅でいいです。でも実際にはここから先ってちょっと惰性で上がってくるっていう、実際にはここまで行ってるんですけど、感覚としてはもうこのくらいなんで、アプローチやってるみたいな感じなんですよ。これがね、ガチガチに硬くなってれば苦しいって、これ確かに止まるんですけど、苦しいってなった時に手と手首がしっかり少し緩んでる状態だったら、勝手にね、惰性で上がっちゃうんですよ。それを今は私はここまで上げようと思ってるんじゃなくて、もうここも苦しくなって上げるのをやめてるんですよ。やめてるんだけど、別にガチって固めてるわけじゃないから、勝手に惰性で上がっちゃう。惰性で上がるから、ここが手首がこうやって緩んだ状態、緩んだ状態になってて、体が苦しくて体下半身から戻っていくわけですね。そうすると溜めができるんですよ。いわゆるこうプロゴルファーの写真みたいな、こうやって肩ができます。これはトップでの手首が緩んでるからストンってできるんです。ガチガチになってたらこうなるんです。これよくやる。そうですか。ここで硬くなってて一生懸命打ちに行こうとするからこうなるんですよ。これクラブあんまり持ってなかったら腕の方が硬いんで、パクンって感じになるんですよ。これが私が軽く振ってそうに見えて、腕の力もないのに倒せるっていう。300ヤード飛ばすらしいですよ。この前もやってた。自分の動画で見てください。身長大きくない？プロフィールは、ね、170って書いてあるんですけど、169.8。体重いくつくらい？体重ね、62キロです。それで300飛ぶんですよ。基本ここだと。そうです。なので一番苦しい。そうです。自分がスイングしてて一番苦しいのは、はい、常にこの足内側、ハムスリング、ここがね、ラウンドに行くと筋肉つながってるんですよ。じゃないとそれくらい地面をしっかり使
掴まないとこういう下半身の動きができないんです。だから上半身の力なんて全然なくたって別に足は飛ばせる。そこがね、スイングの安定する土台になる部分です。今さっき触ったところです。そこをうまく利用できると今まで一生懸命出てバーンって飛ばしてたショットが半分ぐらいの感覚で同じ距離飛ばせる。それやってみます。その最高スイングこのうちを15分で学んだこれを今からここでいっぱいやってみます。やってみてください。あ、今まで楽してるんですよ皆さん。でも本当はそこは使えるともっとスイングはちゃんと楽になるんですけど、最初は使い慣れてないんでちょっと苦しいかもねっていう。ゴルフのスイングってなんか疲れないよねみたいな人もいるじゃないですか。結構疲れます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。第一ゴルフ TV と YouTube チャンネルをまずは皆さん登録してください。よろしくお願いいたします。そしてここハンズゴルフクラブなんですけど、はい、タイガーウッズが日本に来た時にいろいろ子供たちに教えてたイベントがありますよね、うん、あれをやったら面白いですよね。ナイキのイベントね。ですよね。その伝説の場所かつ来月から全打席にトラックマンがつくという噂も聞いたんですけど、うん、そうです。夏頃にトラックマンレンジというですね、はい、この130打席つくのは世界初。あ、全部世界最大規模という。ここ全部つくんですか？1日全部つきます。すごっ。あと菅原大地先生のレッスンここでやられてるんですか？やってます。でももうパンパンなんですよね。私のレッスンはパンパンです。パンパンですよね、はい、まあパンパンです。 YouTube で習いながらいるので、はい、声をかけてください。それでもパンパンでも予約しましょう。はい、はい、ぜひ予約してください、はい、じゃあまたこれからもリングログ出てぜひぜひ。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なのでぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。